だね。じゃあアロハシャツ着ようかな。あれよかった。まあでもアロハシャツもったいない気もするんだけど、生活費に当てたいっていうね。主婦の人とかわかるでしょ、そういう気持ち。わかんない俺、あんま高いものにお金をかけたくないっていう。わかるでしょ、7000円あればあれだなーっていう。今投げてくれた匿名さん次第なんですけど、もういらないんですけど、ちょっと大事にね、ちょっと使いたいな。あ、沖縄に行ってちょっと29日の練習がちょっと6時7時ぐらいに なると思うんですけど、ネオさんすいません、くるちゃんがね予定作っちゃってすいません。ネオさん絶対行きますんで、29日の朝に帰って行きますんで。アロハシャツの店どこに。あれアロハシャツの店ファンタスティック、やったぜ、ありがとう。なんかほじってるわけじゃないんだけどな。ありがとうございます、やった。あ、もう買えますよ。ありがとうございます、やった、あった。ちょっと祝電入るからさっと、すいません。俺びっくりしちゃったんだよ。 これとか見るでしょ、例えばこれとかね。俺1万300円するんだよ。1万300円、だからほんと高いんだよ。1万だよ。びっくりするでしょう。でしょう。で、俺がねいいなと思うのはこういうね、こういうのが可愛いなと思った。さっき見た、可愛くない、こういうのが買いたいんだけど、こういう色がいいなと思うんだけど、ちょっと可愛い感じのやつが、うんね、アロハっぽいじゃん。でこういうかっこいい系よりもちょっと可愛い感じのやつがいいなと思ったんだけど、明るい感じの。でもねこれがねさっき探してたんだけどサイズが M しかないんだよ。で今聞きたいんだけど、店員さんがずっともう対応してて、まあ、こういうのもかっこいいんだけどね、うん、着てもいいけど、なんか見た感じこの色が一番映えると思うんだけどね。まあ、あと黄色とか、黄色か赤か、この水色がいいなと思うんですけど、どう思いますね。映える色の方がいいと思うんだよな。水色がいい、あ、水色やっぱこれの赤もいい。あ、赤もいいけどね、赤もいいっすか。あ、黄色、あ、01だけに、うん、これかわいいじゃんな。で、あの生地、これね生地がね、これはね布なんだけど、
欲を言えばこういう涼しいちょっとペラペラのシルクっぽいやつが欲しいんですよ。このシルクっぽいやつが涼しそうじゃん。なんかこういうの色のシルクっぽいやつを聞こうかなと思って店員さんにね。もうずっとやってるからさ、何時間も何時間も、もうめちゃくちゃやってんだよ。もうもう世間話してるんだ。安い店あるのかな。めちゃくちゃ値切ってやろうかな。高いからな。高いから。あ、ゆっくりし、余裕があるんだね。もう買い終わってるんだけどな。もう世間話がしてるんだよ。待ってるんだけどな。お父さんは帰ろうとしてるんだけどね。お父さんはね、お母さんの方がね喋るんだよ。ずっとお父さんもうね帰ろうとしてるんだよ。あ、すいません、これ今生配信してても大丈夫ですかね。大丈夫ですか。すいません、あのですね、こういう水色の生地がちょっと涼しい、こういうやつの L ぐらいのサイズあります、はい、何色が好きとかありますか。あ、こういう水色 で、このシーサーとかハイビスカスが乗ってるやつが、あ、ちょっと馴染んでる感じですね。高いんだよな。いやいや大丈夫です、全然。さくらんぼいらっしゃい。ちょっと安くなるかな、交渉していいかな。うん、楽しんでるよ。まあ俺はねいいんだけど、くるちゃんがね楽しんでもらえれば。あ、いいです、はい、よかったら、はい、僕の方こちらよかったら使ってくださいね。わかりました。ちょっとここ、あ、大丈夫ですか、はい、あ、すごいですね、はい。で、なんか、はい、友達にちょっと安くしてもらえって言われたんですけど、はいはいはい、安くってなるんですかね。あ、ごめんなさい、安くはならないですね。あ、安くはならないですね。あれなのでね、あれなんですけど、あのこういう感じで着ていただくと分かるんですけど、お、かっこいいじゃん。こういうですね、ポッケとかの柄合わせとかしっかり合うように、あ、まあ、やってるので映えもバッチリだと思います。いいじゃん。似合ってます、ね、似合ってます。はい。これってもうこれ下そのまま直でいいです。あのですね、1枚暑いもんで、そうですね、あ、そうかそうか、色入ってるので全然1枚で着ちゃっても問題ないです。で、こうなんかサラサラの生地の方が高いんですかね。若干このそうですね、ニオゼル生地が少しだけ金額が柄折り方とかで少し若干金額が変わってくる感じなんですけど、そんなに この濃い生地のサラサラはないんですか。濃い生地のサラサラですね、はい、あとですね、もうちょっとブルブルこの辺が薄いよりはこの濃い方が、こういうのはどうですか。ブラックとか、ああもうダメですね、もう、もうダメダメですね、もうダメですね。これにしようかな。これ生地が布なんだけど、似合ってる。これもうバチ似合ってるんで、
いや黄色いいもん、これでいいよ、これで。でもあ、いやダメですね。この沖縄のね青い海を思い出せるような、そうですね、このこれ買います。はい、ありがとうございます。これで黄色いきます。ちょっと、あ、黄色いってみます。黄色のサラサラ、黄色のサラサラいってみます。どうぞ、はい、教えて。いや黄色、俺ね決断早いんだよ。もうね、1枚着ていいなと思ったら買うの。俺も絶対こっちの方が似合うと思って。いやね、7800円する。あれ、似合うな。似合うけど、あれ、あ、どっちも似合ってる。どっちも似合ってるな。黄色似合ってるな。どうしよう。リスナーさんの言うことやっぱ当たってるわ。似合うな。ちなみにこの服脱ぐからね、黄色の方がいい。黄色か、リスナーさんがね、か、7800円。黄色、黄色ください。黄色の方、ね、はい、でこれもう今着ていいです。タグ切りますね。はい、失礼します。黄色の方がいいわ。7800円。今ファンタ20発、花火20発もらって、優しい人が買いなって言ってくれたから、ありがとうございます。クルちゃんに買ってあげたいけどな。うん、養分お土産、あ、買っとくわ。じゃあ養分、俺買ってもらったことないけど。つか来るんじゃないの、明日おいでよね。明日来たらいいのに。あ、お会計、はい、もう服脱いでいいですか。これ人に入れてもらってぐたぐたでいいんで、もう汗かいちゃってるんで。これ僕のいたずら電話なんで、ほっといてください。インターネットやってて、いたずら電話かかってくるんですよ。はい、もうほっといてください。で、また僕がやってないことを言ってくるんで、ほっといてください。すいません。似合ってます。こちらをお預かりいたします。これやっぱりしっかりしてる。いいね、綺麗。あ、すいません、これも。ちょっとごめんなさい。あ、全然すみません。すげえ。テビ、テビシ、テビシ、テビシ。オーブレントに。あ、ほんとだね。焦ってる。すいません、失礼いたします。もう行きます。あ、大丈夫ですか。はい、すいません、申し訳ない。あ、白もいいと思う。セクシーな胸毛を、胸毛が見える、うん、ありがとうございました。これセクシーでしょ。首はダメだけど、胸毛はいいんじゃない。クワッチはどうする、バンにするか。運営、胸毛はいけると思う。